ああ、ムカつく。私はヒロミ。現在40歳で主婦をしながら自宅でピアノ講師の仕事をしている。ねえ、もうお昼になるよ。今日一緒に買い物行くんでしょ？早く行こうよ。もう分かってるって。分かってないよ。楽しみにしてたのに。俺は毎日8時には会社に着いて帰ってくるのに23時なんだぞ。疲れてんだよ。いだ。もう私一人で行く。そんなに疲れてるなら一生寝てれば。もういいもん。ちょっといいところでご飯食べちゃおう。夫は仕事が忙しく、私も普段家事に加えて週4日ピアノを教えているから、なかなか夫婦の時間を作ることができずにいた。リブロースステーキ1ポンド、ライス大盛りで。おい、今日も約束していたはずなのに、疲れているからと昼近くになっても起きてこない夫を置いて一人で出てきてしまった。夫の仕事が忙しくなり始めてからは夫婦関係もあまり良くない。だから不満もたまるし、イライラすることもある。もういいや、寝カフェ行って一狩りしようと。そんな私にはとっておきのストレス発散場所がある。ヒロヒロ探偵団。ログインしました。珍しいね、この時間にログインするなんて。リト君おはよう。出先で寝カフェ入ったの。マジか。じゃあ通話できないね。うん、今日はダメかも。残念。この人はゲーム上の旦那さんのマグリト君。私はリト君って呼んでる。私はもうかれこれこのヒロタンストーリーズというオンラインゲームに4年ほどハマっている。次のアップデートで結婚システムか。ステータスとドロップ率上がるなら一緒にパーティー狩りできる人の方がいいよね。最初はチーム内で効率よく狩りをするために結婚相手を募集しただけだった。結婚相手になってくれませんか？僕でよければぜひ。その結果、普段よくパーティーで狩りをするマグリト君と結婚したんだけど。よかったら通話しませんか？ああ、うん、いいよ。通話を初めてしたその日から私の日常は変わった。ひろみちゃん、今日も通話しながら狩りする？うん、するする。初めて通話をした日から私たちはよく通話をしながら一緒に狩りをすることが増えた。ひっそりと夫にはもう感じないときめきを感じながら。あー、ランサーやってみたいけど難しそう。操作が複雑だとな。でも気になる。俺ずっとランスメインだけど、難しいっちゃ難しいかも。ああ、サブでももう一匹ランサーいるから、よかったら使ってみる？え、でもそれってリト君のアカウントでログインするってことでしょ？ひろみちゃんならいいよ、信頼してるし、ゲーム内の奥さんだし。そういうことナチュラルに言っちゃう？私たちは仲良しだった。ゲーム内だけの関係性とはいえ、私たちは特別。そう思っていた。そして私と同じくらい、リト君も私を思ってくれていると思っていた。だけどそれは私の勘違いだった。最近リト君ログインしないな。マグリトさんがログインしました。あ、リト君久しぶり。寂しかったよ。ひろみちゃん、ごめんね、いろいろ忙しくて。あ、もしかして彼女でもできた？思い切って探りを入れてみる。リト君は私の中で彼氏も同然。だからなんとなく彼女ができたら嫌だななんて考えていた。でもリト君の答えは。あ、バレてる。え？実は結婚考えてるさ。これから同棲するからあんまり一緒に枯れなくなるかも。彼女？結婚するの？え、私たちの関係ってその程度のものだったの？え？つい感情的になってしまう。リト君は嫌な現実から連れ出してくれる存在だったし、ゲームで結婚してからは毎日が楽しかった。だからそれがなくなることがたまらなく嫌だったし、嫉妬した。リト君は私と同じ気持ちでいてくれてるんだと思ってた。ちょっと待って、俺たちそういうつもりで結婚したわけじゃないじゃん。リアルで結婚することの何がいけないの？いけなくはないけどさ。なんかこういうの俺すごく嫌い。ゲームは楽しかったけど、リアルに口出ししてほしくない。どのみち今までみたいに枯れなくなるから、離婚しておくね。マグリトさんがログアウトしました。そして本当に離婚されてる。私の意思関係なしに勝手に。リト君は私の返事も聞かずに勝手に離婚した。私の楽しい時間を奪うのね、最低。激しい怒りが私を襲う。どうやって仕返ししてやろう、そう考えていた。だって私は一方的に奪われただけ。楽しいゲームの時間もリト君本人も。そして私は思い出したのだ。え、でもそれってリト君のアカウントでログインするってことでしょ？ひろみちゃんならいいよ、信頼してるし、ゲーム内の奥さんだし。ああ、これだ。私はリト君のゲームアカウントでログイン。そして彼女がいればゲームなんていらないんだもんね。これは罰だよ。本当にキャラクターを削除しますか？じゃあね、リト君、バイバイ。リト君のキャラクターを削除した。何年もかけて手に入れたレアアイテムがあっさり消えるなんてね。まあその後は言わずもがな。ひろみさんだね、朝早くにごめんね。どうしてきたかわかる？え？身に覚えはないかな。不正アクセスしたよね。あ、キャラクターが削除されたことを知ったリト君は運営に相談。その後警察に行ったという。そのおかげで私は不正アクセス禁止法違反の疑いで逮捕された。お前何なんだよマジで。
ごめんなさい。なんで結婚したのかわかんねえ。自分が情けねえわ。その後、夫は一度面会に来てそう言い放って以来、一度も会いに来ることはなかった。そして数ヶ月後、ただいま。って、何これ。ようやく家に帰ってこれたと思ったのに、机にあるのは離婚届、そして夫の荷物だけが綺麗になくなっていた。ひろみさんがログインしました。チームも脱退か。まあそうなるよね。当然その先にあるのは離婚、そしてゲームという居場所も今はない。結局ゲームもバーチャルコンも感情移入しすぎるなってことなんだろうね。はぁ、つら。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ユーロヒーロー探偵団。ハハハ。